藤野がランキング2位の夏山に対してどういった予想を見せてくるかどうか。さあこの GR スープラがもう G1 で見れるのはこのキックオフドリフトが最後ということになり、今シーズンからは GR カローラ。さあそういったところでこのスープラどんな走りを今先行で見せつけてくれるか。さあ松山北斗 GR スープラ、そして後ろから藤野秀樹フリーダー